うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さいできたばっかのガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみようと思います。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、オーサムシティクラブの忘れなという曲をやってみようと思います。この曲はですね、オーサムシティクラブのメンバーが映画、花束みたいな恋をしたという映画を見てインスパイをされて、出来上がった曲ということで、すごくふんわりしたメロディ、不思議なメロディーとリズムがもうすごいんですよね。ガチッとこう合わさって、何とも言えないあの不思議な魅力を放つ、曲なんですけども、この曲をこの小さいウクレレで再現してやってみようと思います。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はそこにいろんなリズムともうキレのあるビートを聴かせたかっこいいバージョンやりますよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までねやってみたかったけどなかなかチャンスがなくてという方だったり、楽器一回挑戦したんですけど挫折しましたとか、私不器用なんでできるかなというそんなあなた方がもうあっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このプログラムを見て今全世界中の方がガズレレ YouTube チャンネルでもう何万人もね音楽始めてますよ。皆さんもすぐにできます。もうちょっとしたらここにリンクを貼り付けます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間です。こちら YouTube 動画なんで無料ですからね、今すぐ始めましょう。ここからですよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードしてあります。皆さんこれから音楽を聴くからやるに入っていきましょう。それでは早速やってみいきましょう。忘れなオーサムシティクラブガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。その瞳に濡らしてたとしても呼ぶ声はもう聞こえない。この声を溶かすより君と春の風を待つあの花のように君という光があるのなら、めくりめくる運命を越えて咲かせるさ愛の花を花束を。愛の花
シティクラブの忘れなガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやーなんかこう独特の世界観のある不思議な魅力満載です。なんか最初難しいと思ってたんですけど、一回覚えちゃうともうずっと頭の中を回るような、そういう魅力あふれる曲だと思います。皆さんおいゆっくりでいいんで、もう 何回もやって自分のものにしていってください。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってまして、2番のあの女性が歌うパートのところをショートカットさせていただいてるんですけど、コード進行は1番のコード進行と一緒ですんで、歌詞を書き足してオリジナルのアレンジでね、楽譜を書いて、挑戦してみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。そして今のシンプル簡単バージョンガズレレ YouTube 動画と一緒に、まず一緒に合わせてください。それがね、まず最初のね、ゴール地点だと思います。これね、ゆっくりやってたらね、できるようになると思うんで、まずね、そこ挑戦していただきたいんですけど、そこまでできたらおめでとうございます。そしたらその次のステップに行きましょう。その次のステップっていうのは何かというと、今度は YouTube に合わせるんじゃなくて、ご自身一人だけでやってみる。リズムもメロディーも音楽を自分一人だけでここで生み出すということをやっていただきたいなと思うんですけど、やっぱ楽しいんですよね、そっちの方が。外に行ったりとか、いろんなところでできるようになりますからね。そしたらその時やっぱり最初のじゃあ楽譜が必要でしょう。楽譜を、いずれはこの曲を覚えちゃったらいいけど、最初は慣れるまでやっぱ楽譜見てね、やっぱやった方がいいと思うんですけど、じゃあその楽譜ってどうやってゲットするんだよっていう話なんですけど、今ですね、ちょっと、これ、見てください。こんな風にガズが今ノートに書き出して、これを見て今も演奏したんですけど、このノートを今からこの画面に大写しにして、こんな風に皆さんを書いてみるのいかがでしょうかという風にシェアしようと思うんですけど、今この便利なサービス始まっています。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日、取り上げているオーサムシティクラブの忘れ名を含む、ガズが書いて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 書きまくってきたノート楽譜、もう膨大なストックがあります。その中から皆さんがやってみたいな、面白そうだなっていう挑戦してみたい曲を、毎月5曲。楽譜のダウンロードができるというね、画期的なサービスです。そしてですね、もうこのね、ガズクラブのメンバー、1000人オーバーでございます。ありがとうございます。もう大変多くの方で楽しんでいただいておるんですけど、実はですね、これね、ガズクラブって楽譜のダウンロードだけじゃないんです。いろいろできることあるんですけど、ちょっと紹介しますけど、まずですね、ガズクラブに入ると、アプリ、専用アプリがあります。これでしょ、すごいでしょ。ガズクラブメンバーだけが使える。めちゃくちゃ便利なアプリがあって、そこでいろんな情報がこうシェアできるんですけど、まず、ガズクラブっていうのはね、毎月2回、全世界中から参加があるオンラインライブ配信イベント、略してガズオンやってます。月2回です。次回はこの日程になってるんですけど、これはもう毎回テーマを設けて、もう世界中で大合唱、めちゃくちゃ盛り上がります。はい。それとあとね、毎朝、365日毎朝朝7時から私ガズがですね、ラジオ放送をしております。クラブ内だけの放送になってますから、これもねもう相当濃厚ですよ。もうめちゃくちゃ役に立ついい話も盛りだくさんでございます。ガズクラブぜひねチェックよろしくお願いしますね。あとそれとですね、ちょっとこれもやってるんですよ、今ガズレレ大学。このガズレレ大学というのは何かというと、ウクレレ、簡単ウクレレでやってるとね、もうちょっとここ、こんな風に上手くなりたいな、これどうなってんだろうって深めたい方、リズムを深めたり、もうちょっとこう安定的にね弾くの、気持ちよく弾くにはどうしたんだろうっていう方がですね、いや通う大学があるんですよ。これは YouTube メンバーシッププログラムというやつで、ここの、パソコンで見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていくパターンでございます。毎週2回ですね、ライブ配信で、濃厚なレッスンコンテンツをシェアしています。ライブなんで、皆さんのコメントをやり取りしながらだとか、毎回テーマを持ってますね。8ビートとか16ビートとか、チャとかカッティングとか、その都度毎回違ったりとか、あと課題曲を用意してそこでみんなで取り組んだり、これもなかなか面白いです。で、この今ね、ガズレレ大学とガズクラブがあるんですけど、ガズクラブはみんなでこう、なんか楽譜ダウンロードしてワイワイやろうぜっていう感じで、もうほんと街で、ガズレレ大学はやっぱ大学って書いてあるんで、ちょっとお勉強するスペースということで、これ2つ分かれております。詳細概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてください。そしたら楽譜の方を見ていきましょう。これで忘れなと呼びます。オーサムシティクラブ、はい。これはですね、ちょっと見てください。これ下にくるっと囲ってるやつは、
後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使えますよということです。今のシンプル簡単バージョンは上の段を、やっていきましたということで、ここに伸ばすとかいろいろね、この奏法もちょっと一応メモ程度に書いておきましたので、さーっと見ていってください。上の段はシンプル簡単バージョン、下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンです。その辺の確認をしていただいて、これ一時停止してメモっていってください。はい、それかね、動画のテロップを一時停止してメモっていただくのもいいし、この楽譜そのものもガズクラブでゲットしていただくのもいいと思います。これね、やっぱりね、言葉の乗せ方とタイミングとメロディー、ここが結構やっぱボーカルがね、まあ難しいと思いますね。かっこいいバージョンでは結構コードもいろいろ変わってきますけど、曲のテンポがねゆっくりなんで、まあまあいいかなと思うんですけど、かっこいいバージョンではですね、でもね、弾き方も登場するんでね、カッティングが登場するんで、まあちょっと難しいかなと思うんですけど、いっぱい書いてありますねこれね。はい、かっこいいバージョンはなかなか難しいことになってます。今のシンプル簡単バージョンはね、ひとまずこれできる感じになってると思いますよ。あ、それで一個ちょっと注意ポイントあります。ここのところなんですけど、サビに行く前なんですけど、ここ普通に4拍やって止まって、この後2拍、ここテロップにも書いておいたんですけど、ここちょっとね、キーポイントになります。1,2,3,4,1,2 っていうあの数の数え方になるんですけど、ここの止まり方とか、ダーッチッチッダって2回ダーをやるみたいな感じで、ちょっとデモ演奏と示し合わせながら、ここは確認しておいてください。はい、でここ間奏でここかける2って書いてありますから、2回繰り返しましょう。はい、でここ最後の方に行って、ブリッジパートちょっとこう、今のシンプル簡単バージョンでここ伸ばしたんですけどね、かっこいいバージョンではガズページを弾きます。でここサビ、最後のサビをやって、エンディングをやって終わったというのがガズレレアレンジになっております。ちょっとテロップとね示し合わせながら一緒に見ていただけるといいと思います。はい、ちょっとこう今日ねコードいっぱい出てくるんで、見てもらいたいんですけど、あのね、このコードダイアグラムが書いてあるやつはかっこいいバージョンで出てくるんで、ここはひとまず隠しといて、ここに映ってるやつが今シンプル簡単バージョンで出てきたコードです。これはね、入門コードなんで安心してください。言っていきます。 C と Am と F と Dm C7 D7 G7 E7 Em7、 これはもう典型的なガズレレ必須コードですね。9個です。 A7 がないだけですね、ガズレレ必須コード。これね、ガズレレ必須コード、これガズレレ必須コードって言うんですけど、これ何かというと、ウクレレを始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんですよ。今日そのうち9個出てきますんで、でそんなにいっぱい覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、簡単なんですよ。もう入門コードなんで。でもね、10個いっぺんに覚えるのは大変。1個ずつは簡単ですよ。だけどね、あれ、この指ってこれなんていう呼び方だっけ、これあれなんだっけ、なんてごちゃごちゃになる。私がですね、もうめちゃくちゃ頭にスイスイ入っちゃう魔法のような動画をもうすでにアップロードしております。ここにリンク貼っておきます。ここでコード覚えましょう。ガズレレ必須コード10個のコード覚えておいたら、もう本当に何でもできるっていうぐらいの勢いでね、いろんな曲弾けるようになるんで、覚えていきましょう。今日は9個そこで出ていきますと。はい、それではここからかっこいいバージョンに入っていく、その前にいつもここでガズが言いたいのはですね、今回は特にですけど歌ですね。この今の4つ弾きでいいんで、歌ね、やっぱこの曲すごくハイレベルなんですよ。歌の入るタイミングと、あと音程も難しいです。要は鍵盤、ピアノでいうとこの黒い鍵盤の12音階っぽい音もいっぱい出てくるし、あと言葉の入るタイミングですね。メロディーもすごく低いところからドーンと上がったりとかです。この辺がですね、もう相当これ聞き込んで頭にこうインプットしてないと、やっぱかっこいいバージョンでリズムも出てくるんでね、その辺の噛み合いを良くするために、今一度歌の確認をしっかりしてから、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードが3つ追加されております。はい、じゃあまず1個、これ。Fm。この Fm はね、初心者の方が突っかかっちゃうコード有名です。はい、ここと押さえる場所、ここと、ここと、ここの3箇所ですね。こんな風に押さえるのが教科書通りです。はい、これ。はい。なんですけど、ガズさんの場合、この一番上の部分のこの4弦の1フレットのところ、上からギュッと押さえちゃいます。はい。はい、これどっちでもやりやすい方でいいと思いますよ。親指で押さえてみようかなとしたら手首を上に、人差し指で押さえてみようかなとしたら手首を下にみたいな感じ、ちょっと手首の角度とかね、いろいろ調整しながら Fm やってみましょう。はい。はい、次これ、Gm7。これもよく出てきますね、ガズレレでは。Gm7 はここと、ここと、ここになります。こんな風にギュッと反る。反って、2つ、1弦と2弦の1フレット差でちょいと立てる。はい。で、ここのね、これ押さえづらいなと思った方は、1個ここまで上げてもいいかもしれない。3弦と2弦と1弦をこんな風に押さえといて、こう、同じ3弦を押さえる方が力が入りやすいよという方が多いです。あと、たまにね、ここ反らない、こんな風に反らないよという方は、こんな風に押さえたり、こんな風に押さえたり、ちょっと工夫して Gm7 を押さえてみてください。はい、次これ、ほい。C の AUG と書いて、オーギュメントと言います。これは簡単ですね。不思議な響きですよ。C のとこと4弦の1フレット、これだけです。はい。
これがね、結構この曲ね、サビの前のすごくインパクトあるところで出てくるんでね、ちょっとこの響きを堪能してください。それではリズムの解説に入っていきましょう。今日出てくるリズムはなかなか奥深いです。はい、ドン。ガズベジオ16ビートのチャーカッティング。このあたりが出てきますね。はい。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説レッスン動画すでに上がっておりますので、ちょっとじっくり眺めてやってみてください。まずですね、いろんな弾き方が混ざってます。歌い出しは伸ばしてやろうと思うですけど、ちょっとね、段階を経て順番に見ていきましょう。最初の歌い出しなんですけど、これ伸ばすんですけど、コードが4つ入ってくるところとかあるんで、このタイミングをね測るために弾かないところのコード表記も出てきてますんで、ちょっと A メロやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。例えば今君がその瞳濡らしてた。わかった？このね、伸ばすところは、例えば、ここの、君がその瞳のところは、C で伸ばしといて、4拍目だけ E7 弾くっていう意味なんですね。ここちょっと表現難しいです。もう一回。せーの。例えば、今、君が、その日、4で E-7。濡らして、手のところ、最後の一拍だけ G7 みたいな感じで伸ばしていきます。このパターンが前半続いてきて、で、A メロの、2番というか後半のところはガズベジオになってきます。の、を、溶かすように。この、ここは普通にこうガズベジオで展開していってください。はい。でですね、この B メロからのリズムが今日なかなか難しいかなと思います。B メロからやってみますね。せーの。何かを求めれば何かが、今のかっこいいけど分かったかな、これカッティングというか、ダンダンチャカチカ、ダンダンチャカチャカ、ダンダンチャカチャカ、ダンダン、はい、これダン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 ってテロップ書いておきますけど、これはカッティングですね。ダンダンカカカカ、はい、このカカカカはこう手を弦に当ててカチャカチャ言わせてるんですね。チャカチャカ、はい。でチャもね、ダーダー入れた方がかっこいいです。ダーダーチャカタカって感じですね。テロップにはダー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 って書いておきますけど、一応これ A マイナーでちょっとしばらく練習してみましょう。せーの、ダーダーチャカカ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 。このパターンが結構サビでもずっと続いてくるんでね。今日はこのリズムの練習と言っても過言ではないでしょう。ゆったりやるのがポイント。しかもこの曲、原曲ものすごいシャッフルなんですよ。ダンダンダッタッタッドンドンダッタッドンドンダッタッドン、はい、この感じ掴んでもらいたい。これやっぱ16ビートのリズムになりますね。1、2、3、4、ダーダータッカタッカ、ダーダーチャッカチャッカ、はい、ここはもうずっとこれ繰り返してリズムをこう把握していただくしかないと思うんですけど、 B メロ、じゃあ最初からやってみますね。せーの、何かを求めれば何か、ここから普通の16ビート、こぼれ落ちてく、そんなこの、ここで止まる、世界でチャチャカチャカチャ春の、ここの今の2拍ね、ここはチャッカチャッカパとかカッティングをうまいことこうドラムのおかずみたいに、フレーズとして入れていくのがキーポイントかなと思います。ちょっとこぼれ落ちていく。こぼれ落ちていくからは普通の16ビートに戻ります。せーの。こぼれ落ちてく、そんなこの世界で、じゃあタッカタッカタッカ、春の風みたいな感じで。このサビも、どんどん。になってくるんですけど、サビも解説いきますよ。ちょっと今のところ言う、春の風を待つ穴のようにツタン、はい、ここかっこいいんですよ。ここ春の風を待つ穴のようにツタン、 Em7 2回弾いたら最後ツタンで C を弾きます。ちょっと細かいですけど、松庵の花のように散った君という光が、はい、こんな風に進んでいきます。ここね、ワンブロックにコードが4つ出てくるところでもこのダーダーカッとここやりたいんですけど、ちょっと通して演奏だけしてみます。サビのコードね、せーの、なぜを松庵だんだん
ックコードが4つ入るところは最初のとこだけダーダーってやって、あとはジャージャーって感じですね。もう一回、春の風をまずあの穴のようにつたダンダン Em7E7Am、 はい、Gm7、 こんな感じでいこうと思います。このパターンがですね、ずーっと繰り返されていくというパターンでございます。これ間奏のとこもね、全くこの、フレーズというかカッティング、コード進行とカッティングで、いきます。そしてブリッジパートのところに来たら、ちょっと緩める感じでガスページョで一回おとなしくこうね、こうちょっとクールな感じになって、また最後のラストのサビでまたドーンといくという、そううねりもちょっとね、この弾き方で表現していく、こういきたいんですけど、演奏はできたとしてもまたここに歌が乗るわけですからね。だからこの曲はね、まあなかなかノートル要素強いんですけど、さっきも言ったように一回覚えちゃうとこれもうハマりますよ。なかなか簡単ではないですけど、ぜひ取り組んでみてください。で、もちろんいつも言ってることですけど、こう、なんていうか、グルーブとか、こう、コードのね、フレーズとか、そういうのももちろんね、大事ですけど、やっぱりこの歌の世界とか、このプロモーションビデオを見ていただいても、なんかこう、不思議な透明感のあるね、独特のあの世界観をやっぱこう、自分で感じながら歌詞を読み解いて、そういうのをこう、ガッと一個にして、自分からこう、音楽を出していく。こんなイメージがいいと思います。やってみましょう。ゆったりね。これ結構どっしりして、これアクセルこうガチャガチャ速くなっちゃうっていうよりは、こうゆったり感じが出るといいと思うんですね。あとはちょっとね、跳ねてる感じもね、出せたらね、よりかっこいいなと思うんですけどね。まあ、ゆったりどっしり、心込めてやってみましょう。オーサムシティクラブの忘れな、ガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる !1、2、3、4。例えば、その瞳に濡らしてたとしても、呼ぶ声はもう聞こえない No, もう溶かすより君との日何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく、そんなこの世界で、春の風を待つあの花のように、セリークラブの忘れな、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、これはね、かっこいいっすね。このリズムとか、あのダンダンチッ
ゃだん、ゆったりどっしり、あそこの、なんかこう、ベースがある中で、歌がこう、すごくね、こう、キラキラ、こう、なんかこう、飛び回ってるみたいな感じで、まあ、確かに、高難度、難しいですけど、ほんとなんかこう、気持ちがいいで、ぜひね、この体全体でこう、音楽をする感じをね、味わっていただければというふうに思います。まあ、すぐにできる曲ではないんで、長い目で取り組んでいきましょう。はい、それではちょっとご案内です。これ、ガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。この辺のこと、ここにリンク貼っときます。ガズレレ。あと、ウクレレのこととかも大体ここのページに載ってますんでね、ぜひ見ておいてください。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットーミュージック社から出てるこの赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これも予約受付中。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっと、あとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。